2022-23 ヨギボーウィーリーグ第4節マイナビ仙台レディース対大宮アルディジャベントスの一戦です。まず大宮のシーンです。前半13分左サイド鮫島、井上から最後は高橋のシュートでした。これで大宮が先制します。裏へのボール鮫島、そして井上、最後は高橋がしっかりと右隅に流し込みました。高橋は今季初ゴールです。17分大宮のシーンです。高橋ふわっとしたクロススペースへ、中央井上の追加点です。井上がスペース走り出して、しっかりとコースを狙って右隅へ流し込みました。井上も今季初ゴールとなります。そして42分コーナーキック中島からこぼれて、ムラトビッチが収めて高平というシーンでした。大宮井上から中田、吉間のシュート、これが前半の44分でした。井上がここセカンドボールを拾って、大外ただスルーして、吉間の移籍初ゴールが決まりました。3対0で折り返します。63分大宮のシーンです。村上からここ高橋中へ入っていって左足のシュート、ポストに当たって吸い込まれました。両足で、まあ、強いシュートが打てるこの高橋、しっかりと狙って今日2ゴール目、高橋が爆発しました。マイナビ仙台対大宮のゲームは4対0で大宮が勝利しました。